よし、続きやっていきます。いや、どういう状況やったっけ。別日に撮っております。状況の把握からなんですけど、まあ、とりあえずこいつからですよね。目の前の白っ気者フェル君も突入してもいいかな。多分ここ穴開くんだ、よく見たら。ちょっと右手の暴れっぷりも気になるね。戦場に立つ以上、これがちょっと右も動き出したらなかなかやばい状況になるし、一旦左手の白引き物にの攻撃範囲に入っとくか。これ倒しとこう。目障りやしね。あ、いっぱい回復しやがって。白引きもギャンギャン回復されるしね。で、弓だと倒しやすいやつやったよね。死ぬ死ぬ死ぬ。魔法殺しなのはつらい、つらい、つらいな。勇者とやりすぎか。フェトラでさえ強い人言われてるもんな。おかしいって。ユーリス。そう、ユーリスの場合、勇者の斧使った。これでいくか。はい。リザーブかましたいな。ペトラ全開で死んどったん、さっきの。マジ？マジだ。命中的にあれかもしれんけど。1残る。うわ、強いって。クリティカルのキラーボーか、無難に2回の勇者か。勇者かな。若干必殺あるな。5%。ナイス。敵、うわ、当たった。くそー。一応、速さ41あるんすけど。これに追撃取ってくるんでしょ？どう、切り返しとか。ブレスがあまりにも軽すぎるんか。重さ 1？ 重さ 1。1ってかなり壊れとるけど。エクスカリバーでいっちゃうか。あ、強いな、エクスカリバー。ちゃんと特攻のある分。ただ、フレンちゃんはリブローがあるので、無難に弓で、落とすか。いやー、祈り出た！うくわー。いや、こればっかりは覚えとるぞ。何回出とる？このマップだけで祈り。待ち伏せないよね。よしよしよし。行かれとるって。待ち伏せの回数も。待ち伏せじゃない。祈りの回数。とんでもなく出とる。で、左に合流するか。そうですね。回復、ちょっとリブラも温存したい。リブじゃない。あれ、リザーブも温存したいよなぁ。あ、マネさんやばいのか。リンハルト。ちょっと、なんとなくやけど、リブロー、じゃあ、なんで速攻言い間違える。リカバーじゃなくて、リザーブ、ちょっと温存したいなぁ。ベレとかやべえ。なんとなくだ。あと何回使える？ああ。3回か。なんとなくなんすけどね。まだなんか悪い予感するしな。あと誰だ？ペトラちょっとだけ減ってるのか。よし。てかマジックシールドが本格的に使えるのかな？フレン全然ダメージ受けてなかったもんね。魔法攻撃ってことか、やつの白き獣のブレスは。さあ、来い。フェル、あ、余裕っすね。あ、必殺食らう。あれ？フェル君だけでいいんじゃねえか。
あー、左上に俺の厄介やな。くそー、こいつ邪魔。あと4回か。届く、あ、届く。あ、サンダーストームか。サンダースト、あ、一撃で落とせんのかな。飛行のやつらでチラッと入って倒してくる。あー、てか後ろのやつ来ないんだ。はいはいはい。じゃあフェリ君入っていただく。あー、ゴーレムも来る。ゴーレムもこいつ勝てーしな。しかも急所隠し。うわ、一本取ると剣殺し発動すんの。ただ速さ運行だから特に回避とかは影響しなさそうやけど、魔力えっくいな。うーん、どうすかな。ここ入っとく。奥の白木、こいつは届いてない。え、こいつからのヘイト来てないよね。あんまり焦って前出てもあれか。またファルコンぐらいにしとくか。で、下の白き者怒ってらっしゃるから、このまま、ただ AT フィールド全開すんのか。これでいいかな。で、一気にやつさっさと合流しに行こう。ギリギリ、あー、ここで神速入れてもな。局車とかか。あれなら狙撃で。狙撃やっぱめっちゃ落ちるしね。ただこの距離なら問題ないのかな。よし。S ランク。意味だとモンド秒で1枚飛ぶのか。ファルコン来ないよね。いや、ファルコン追兵士なぁ、ほんとに。序盤のあの、もみもみ何やったんっていうね。近づいて局舎かなんかでやらんと、そう、魔防も高かったよね、そういえば。うわぁ、強いって。実際、あの、職業的にも、そうなっとるもんね。まずいな、こんだけ削っといても結局怒ってらっしゃるから。あれか、また AT フィールド全開するんやね。やべ、閉じてしまったか。大丈夫か。いや、ほんと怖いからな、ファルコン一番怖いかもしれん。あー、レスキューかワープか。これで、ベレットをレスキューして。いやー、左側から行っとるけど、ほんと。あ、結構いい削り見せるな。だから、なんとか突き去るものを温存しときたいような。強いよね。一番強いもんな。勇者の上位互換やし。無難にこれでいいっすか。そう、左側から攻めてますけど、やっぱ右側動かれたらかなり大変なことになるしな。何よりもやっぱり、ファルコン突っ込んでこられるの一番困る、こいつ。こいつ、こいつ。あいつ要チェックやぞ。あ、メティオとかで割れる可能性。うわ、ゴーレム。ゴーレムの睨みが効いてやがる。あー、しっかり怒っとるな。ただあの範囲攻撃、まあ、レストで解除してやればいいから、ちょっと回復しとくか。リブロぐらいもう解禁してってもいいかな。ゴーレムうざい。魔法、魔法
対魔法装甲、魔力を使用した攻撃によって受けるダメージをゼロにする。あったな。じゃあもう物理オンリーか。こいつら運ぶのも辛いな。さっさと左手の道に出るか。ここ突っ切って。あんま前行くとね、また捕まる可能性あるしな。え、届いとった?うわー、反応した。うわー。動き出したー。当たる !25%! 出ました。出たよ。で、怒り攻撃。あ、綺麗に食らったな。で、AT フィールド全開になってしまった。ちょっと、ファルコン。後ろの白き、うわー、忙しくなったな。ただ優しいね。右側動いてこんから。レストからかな。リザーブ入れてもいいかもしれん。だいぶ持ってかれたぞ。で、無理いけません。この辺、うわ、いやもうこのターンでしっかり伏せてすか。これこのターンでファルコンと、うわ命中低いな。もうちょっと近づけばいいのか。あーくそー、ゴーレムの睨みもなんか怖いな。一応強えからな。てか当たらなすぎなんやって、マジでこのファルコン。あー、どうあがいても 60% 台やな。計略、でかめの計略も結構使ってきとるしね。あ、サンダーストーン 56%。どう頑張っても二人がかりじゃないと倒せない。とりあえず、リザーブは、食らう可能性もあんのか。じゃ、セテスで、こいつは?あの、壊れやすいアイコンとか書いてある?ここじゃわからないのか?うん、なんかわからなくなったな。こいつの場合はそう、剣のマークついてるんであれなんですけど。わからんなぁ。あー、やばい。くそー。どうしよう。いや、マノファルコンもしっかり倒す。絶対に。うわぁ、ちょうど一マス後ろ下がってんのか。これ反撃しとるってことやよね。大撃はさすがについてないよね。メティを使うか。いや、ここも正念場やな、もう。ここに落として、日々入った。セテスの曲者とか持たしときゃよかったな。普通に食らって死ぬもんな。じゃあ3マス攻撃じゃないとダメって話か。リザーブ入れちゃうか。ちょっとなんか具合悪い。ファルコン届いてんのか。いや、なんとしても倒す。これも相手にならんだよね。話んなら弓も出せばいいのか。これ剣殺しが非常に効きすぎとる気がするんやけど。ここ割らんと。あとゲージ2本あんのか。
いや、月猿もので一気に行きたいよね。あ、ベレットの位置が具合悪い。いや、サンマス攻撃する予定ならこれいいのか。いや、ちょっとファルコン、あれ倒す余裕なくない？大丈夫か。あれ、あ、ファルコンこれ入れるしかない。外れたら終わり。よし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 、よく当てた。え、手駒がもうきつい。てか武器変えればいいのかな。弓持てば当たるかな。フェル君の位置のまま、フェル君の位置のまま弓を借りて撃てばなんとかならんかな。ここ白きものから睨まれとるけど、物交換で和刀と勇者使えない。キラクじゃない、キラもないのか。ショートアクスじゃない。銀棒使えない。聖なる指、うわこれしかないもんね、使えるやつ。うわ 35% 絶対当たらんやろこんなもん。えいっつって避けられたわ。これ戻すべきか。戦場に立つ以上、こうした方がいい。ああ、絶対こっちの方がいい。うわ、全員取れない。ただ必殺出てくれたら、45の3、12、100、155? ん？違うわ。135か。倒せてない。じゃあ勇者で片っぽ出てくれた方がって感じか。出ないか。欲しい時にデンク乗ってきたな。ただこれでユーリスが浮いとるから、ゾルタンで、あ、落として、次ユーリス何かで絶対落としてくれんと終わる。スマッシュ、斧ならいいもんね。うん、あ、いけますね、全然 100%。 そっか、斧使っていいのか。手斧とかで、あー、もう 100% でいっちゃうかも。あ、確実に落とす。そして戻ってこれる、戻ってこれるけども、ちょっとペトラが忙しいことに。普通に殴ってくるんだ。3、あ、ちょっとレスキュー、いやー、そんな余裕もないんか。48の2回食らっとった。軽力で取ったけど、あ、壁に対してか。うわ、避けてくれんと終わる。これはマヌエラさん。うわ、一発いってー。いや、これでどうすか。すげえ時間かかったけど。まずフェル君から。これはかわせるか。よし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 。うん、ちょっと当てといて。いや、だいぶ追い込まれた感あったぞ、さっきのターンのマネロさん死んだやつ。よかった。忍びだくせ。
しのいだか。回復やめて。やめて、くっそ。もうあいつゼロにさせるしかねえな。こいつの睨み聞いとんのマジうざいぞ。ただこっから出てこれないから。てかあれ、マネーさん、そう、食らっとったせいもあるんですよね。一目で63もあるもんね。こいつら怒りまくっとるな。一気に落とそう。フェル君も前出れるよね。あと何度戦えばいいのかしら。いやもうアーマーブレイク取りたいけどな。そんな余裕ない。ここえ 90% マジで外さんといて。マジで当たるつもりで打っとるから 90% はほんと勘弁して。え、ほんとマジ 90% 許してよ。うん、耐えれるけど。あ、一キャラ、そう、一人のキャラがもう無効化されてんのちょっと困るんですけど。敵の攻撃はしっかり当ててきやがる。62% でも何十%でも全部当ててくるからな。勘弁してよ。エクスカリバーぶち込むか。あー、クリティカル出ないか。ただこれで割れたから、まだ上がっ、結構範囲広いな。あ、そうでもないか。無難に落としてくれんかな。セテス結構活躍しとるよね。あ、いけそういけそう。あ、いいよ、さすが MC。 よしで、ちょっと引いて、あともうタコ殴りでいけそうやけど、できればフェル君前出したいかな。うん、また弓でなんとか。キラー棒クリティカル出てくれてもいいよ。出ない、出ない。あ、てか危ない。不死体全滅した。不死体全滅した。こんなことある？対レア戦のあの破壊要因として取っといてあったのに、こんな意地悪する？またベレットの攻撃も必要やけど、フィンブル、マヌエラさん。いや、この辺が狭すぎてさ。ここ。あ、10ポイント与えたところでな。フェル君前出すか。どうせあいつこっち来れんしね。2本目削ってもらうか。ボルガノ。魔法じゃやっぱり、ちょっと、コニーに頼むか。回復しといて、コニーならばファイヤーで十分じゃないな。これであと2本勇者で殴りに行ってもいいし、ただ2人がかりか。ベレトもおるしな。こうする。あ、行き過ぎ行き過ぎ。無難に勇者でちょっと芝居ってもらうか。ワンチャンクリティカル出ませんか。出ませんか。ただこれならもういけるよね。銀棒ここ 100%。
お次はね、よしよしよし、すべて大義のためです。で引く。んーで怒り攻撃来て、待って AT フィールド全開か。うわ、今度は物理に強い。めんどくせえ、くそ。魔法ならしっかりダメージ入る。しっかりでもないけどな。うわ、この3本削るのもしんどいぞ。ただ今度魔法軍団が生きてくるから、こんなちょっと進むわけでだいぶターン経っとるけど、ターンじゃない時間、あてかあれか、途中の兆候が効いてんのか、この前のターン。ちょっと必殺あるね、ライナロック。あー、いいんじゃない、怒り攻撃来るだけやよね。で死なんと、いいよいいよ。あー、2発目も欲しかったけどそれは欲張りすぎか。ただリブロで結構回復されるのか。で怒り攻撃、ひょーあべ、ベレットがやばい。で回復やよね。あー、まあまあ回復していくな。もうこいつは使い切らせるしかないしな。あと2回、あと1回、無効化できる。でまた穴1個開けて、あ、結構当てれるね。19の4回は、うわ、ちょっと微妙に届いてない。72か。ヒットアンダーウェイできんかな。ボルトアックス。スマッシュ。あ、カブトアリとかある。あ、いいんじゃない、これ割れてくれんかな、あの、AT フィールド。一発、あー、日々だけか。ただ今のダメージで勇者で倒せるようになった。よし、一発、二発で避けて、三、これで一本目やよね。なんなんこいつ。ああ、マネさん前出すか。あ、やっぱ魔法すごいね。全然食らうわ、全然食らうわ。白きものよりこいつともいいよ。あと1本コニー届かんかな。ベレットの位置に持っていけば。あー、てか不死体落ちたの痛えな。だいぶ困るんやけど、これもクリティカル出るっしょ。強すぎる。ゴーレムに対しては強気にいけるな。うん、で前出ちゃってもすいません。こいつも強いよな、そもそも早いんやって、シンプルに。あー、回復するやつおらんかった、たら殴ってくんのか。あー、こいつか結構硬いしな。とどめ刺すやつがおらん。あ、ペトラで、あ、もう結構中入れるんや。もうひとマス避ければ、あ、素晴らしい、倒せる。ちょっと持ってなかったかな。よし、祈り出た。出すぎやって、また出たわ。当たり前に発動するもんやと思ってやったほうがいいね、これ。リザーブしたいけど、ちょっとまだレア線も残しとるしね。よし、無難に進軍した結果、
ユーリス39。うわ、余裕で追撃取られとる。なんなん、なんなの。あ、レスト誰に。もう無難に行こう。結構天国も使ったしね。次誰だ。あ、ベルトやばいね。よしよしよし。ただ周りのやつ倒しとかんと怖いよな。右側のやつ全部こっち来られたら困るんやけど。レア、こんなん数ターンかかるやろ絶対に。絶対にこうやってぐるっと倒しといた方がいいんじゃない。そんな一気に倒せるもんじゃないよね。いけるんかな。初手で一気に割って、てかヒットポイント4本あるんかマジ。とりあえず無難に前出そう。で勇者倒してもらって、でまた勇者使う。いや、もったいない、もったいないか。ショートアクス、銀の犬か。え、結構早いのか普通に。たださっき見た感じそんな強い感じじゃなかったよね。あ、壁か。出ないか、クリティカル。まあ人は、まあ勇者使うか、いっか。白着物、いや、もっと勇者作ってくるべきだったな。まさかのナメプというか、これレアの範囲広。え、広ない、これ。かいくぐってかんなんてこと。ティリルとカトリー会話だけさっと回収して、その後ろにいてもらうか。前におったら絶対死ぬと思う。誰が連れてきたか知らんけどむずいよ。総攻撃で落ちるか、そこやよね。ちょっと無駄に使っとこうかな。レベル上がらんか。あ、上がりそう、上がりそうだ。でこの壁壊そうぜ。あ、そう、せっかく騙したのにこれあの5年前でもあったやつやよね。こっから行くか。いやー、似た落ち。ベルトもこっちから行くか。似た落ちでもなんだか。あ、そっか、ベルトあれ最高度あるんだ、計略の。それをうまく使えば1ターンで結構削れるか。あ、こっち見とる。いや、これ卑怯だって。かわせる。ああ、え、いや、ちょっと待って、あれコニー一撃で落ちる。え、強すぎるって。コニー40、うお、4、え、43か、46くらい取った、さっきの。ただ一目で低いのは否めんけどさ。え、近づくだけで死ぬってこと。むちゃくちゃではそれ。ちょっとフェル君で様子見る。
行かれとる。近づけんけど。あ、レペの方がいいのか。だいぶ心折れるぞ、今の。卑怯やって、これ、マジで。え？だいぶおかしいことしとるぞ。行った先にしかも範囲があるっていう。はぁ、命中結構あるね。ただ一般会話も聞けるのか。回収しとくか。あ、ない。会話、えぐいな、もう見た目。一枚割れるか。もう笑うしかないんやけど、強すぎて。コニーで一撃で落ちるってなかなか心折れるぞ。一枚割ったよね。っていうかそう、あれやよね、AT フィールド全部壊さんと話にならんから。もう四方から囲むしかなくねえか。やっぱりこの辺も全部倒さんなんかも。うわ、よくできとるな、このマップ。嘘やろ。ちゃっちゃと終わらせようぜ。さすがにルナティックなだけある？いや、不死体マジで全滅したの痛すぎるな。あと何度戦えばいいのかしら。そうするか。ちょっとそう、ここからはもうカットかな。絶対時間かかるもん、ここ全滅するの。ちょっと綺麗にしてきます。じゃあ頑張って。よし、いろいろやってきました。うわ、そこ狙うか。ここ避けれるはずないけど。倒しながらちょっと、これのシミュレーションしてたんですけど、結構避けれるので、そう、完全に準備が整いました。で、釣りルカトリーヌやっぱり、さっさと見とこうかなと。やはりお荷物だわ。完全に。行こう。ワンチャンなんかなってくれんかな。ただ、カトリーヌ、あれ食らっても生きてるんですよね。どういうあれだ。しっかりいける。ただ、軽力当たらんよな。あ、でも結構。うわ、ど真ん中にこれ当てれたらでけえけど。とりあえず会話を拾おう。やっとここまで来たわ。いやー、育てとけばよかったわ。当たった、これでっかい、でっかい、これマジでっかい、これ生かそう。スリルも、あ、こっち側いけるね。これでかいな。これはさすがにレスキューしんと。とりあえず回収しよう。レア様を止めてみせます。いや、しっかり愛されとるな。こういう時は3割ダメやね、これは。回収した方がいいか。計略をうまく当てれれば。あ、一気に跳ね上がった。さっきまで 35% とかやったのに。だって魅力バカ高いしね。あ、でそう、やっぱり周りしっかり倒さんとダメな仕様でしたね。この青龍の大角ってやつが、
単価値で周囲10マス以内に白い獣がいる場合、ヒットポイント全回復するってあるんですけど、ちょうど10マスの位置にいましたね。なんで、うっかり突っ込むと、常に全回復されてたっていう状態でした。いや、これ、生かしたいな。ここ一気について。言うて範囲攻撃、食らって死ぬのコニーとかあの辺なので、あ、これいけるぞ。コニー入っとるもんね。コニー、そう、計略あるんですよ、範囲広いやつ。しかもど真ん中に入れたらこれ 100%、 これここでしょう、間違いなく。あれも左下以外割れる感じじゃない。行こう行こう、もう倒そうぜ。で、あ、ここも生きてか。あ、ツリルのあれ入っててくれたら。コニーに引きつけた命中 27%。 これも殴ってきてくれるんかな。信じれんからな、これ。ただユーリスで、いや、不死体生き取ってくれたらな。うわ、痛すぎる。え、これ信じていいならリザーブかけに動かせれるけど、マネさんは一本高いから割ってくれるだけ。うわ、ダメージ入らんのかな。1入る、1入る。ただ割れる。痛いです。あー、でも 100% 出るな、やっぱり。あと1枚、何でもいい、何でもいい。ドロテアでいくか、もったいないかな。いや、死ぬユーリスかな。無難に行くんならもったいないかな。先生奇襲有利思います。ここで最高度かけて一気に畳みかけた方がいいんかな、あのベレトのやつ。それ考えるとちょっと、もベストポジションじゃないな。全部当ててくるね。ただアーマーブレイク10個とかもういらんから。これ近づけるね。てかフレンとかも殴らなくちゃいけないのか。リザーブは次のターン開始時でいっか、まあ、ピヨっとるもんね。うわ、全然ダメージ入らん。ブレイク取ったとって、これ、あ、喋る。もう一方的に喋りかけるだけなんだ。にしても強いんですけど、強いんですけど。じゃあセテスも回収しますか。ナバテア、安らかにソティスの元へ帰るがいい。ナバテアってワードが出たね。初めて出たんじゃない、なんなら。ナバテアの民ってもなんか言っちゃダメなようなやつやったよね。よし、畳みかけれるのか。いや、全然暗い、一本目やぞこれ。え、まともになんかダメージ入れれるあれじゃないけど。え、なんかやり方間違っとる。天帝でも全然食らわんしね。硬いもんね。おー、これで最終ゲージ待ち伏せも入ってくるでしょ。 AT フィールドってもう復活しないっけ。ここまで割ったらもう許してくれるよね。うわ、こんな総出で、こんなで、クリティカルずっとゼロやけど。え、急所隠し外れたよね。え、なんか必
必殺無効とかある？はあ、これは戦技無効化とか。え、ちょっと待って、倒せるんこれ。必殺伝ってなかなか辛いけど、これでも普通に活動できるでしょこの人。はあ、全然畳み隠れてないけど。気をつけながら戦わなくちゃね。例の範囲も広がっとるしね。あと3回。いや、やっぱりツイルとかちょっと邪魔だわ。一応これで会話は回収できたのか全部。え、ちょっと本格的にちゃんと考えんと無理やぞ、これ。これ逃げれんよね。絶対もう仕留められるしな。じゃ、このターンは何、ちょっと突破口を見つける何かをしないと。あ、ちゃんと必殺ある。もうフェル君にやってもらうしかねえんかな。え？フェル君ありきなんですけど、完全に。え？今回は絶対誰か落ちるやろうし、むちゃくちゃやってみよう。フレンとかも耐えれてないからね。あー、ちょっと早かったかな、リザーブかけんの。いや、もう、もうフェル君に、お、すげえな、やっぱフェル君。いや、もう、じわじわこうやってもらうしかないんじゃない、もう。フェル君以外できる気配ないんやけど。すごいな、ユーリス。強気飛ぶんだ、ちゃんと。主人公とは会話ないんやね。おー、ハッピーもい。2。いや、もう、フェル君前に出して耐えるしかないと思うんですけど。全力で割って、これでみんな逃げればいいんでしょう。ああ、いや、もう必殺4とかしない。ガード、ガード、え、よーし、すごいすごいすごい戦いしとるすごい戦いしとった祈り出たかなあ、また3分の1なのにな。いや、もう祈りに関してはもう許すしかねえのか、このゲーム。出すぎとる、明らかに。あー、すげえ、ここに来てガンガンレベル上がる。あと2本もあるんすよ、だって。いや、もうチリとか絶対逃げきれん。自信がある。あ、一応耐えれてんのか、すごいな、マネーさん。コニーがもう1しかなかったよね、それ。いや、バルニーか、あ、すごい全開する、さすがリカバー。いや、絶対ダメやよね。軽力でも入れたら引きつけれたんかな。あ、ついにピンポイント避けてくれんかな。ダメやよな。一旦これでどうなる、フェルクに来る。あ、来るね。来るけど、この攻撃なんか。ってことは AT フィールド全開する。うわー、
そっか、やべ、もう2回しかやり直せない。じゃあもう一旦で一気に行くしかないのか。もうそこまでやり直すか。じゃあここもそう、あと一マスだけ残してどうなるかなって実験してみたんですけど、はあ、フレン前出すか。さあ進みますわよ。回復できれば、まあ、ピオリさえすればいいから。うわ死ぬのよ、死ぬんやって死ぬんやって。あ1入るけど、うわ死ぬ、この最後の1枚すら割らせてくれないの。トロン、あトロンいいね。となんとか避けて、避けてくれ。うそー 35? 当たったね。これで割れるか。よし、じゃあもう、いやもうフェル君前に出すしかないんやけど本当に。え、もう逃がそう、無理だ。もうフェル君前に出して削り倒してもらうしかない。一回破壊したら復活せん、いやどうなんだろう。え、あの全体攻撃ある限り AT フィールド復活しまくるってことなのかな。コニーも死ぬからね。いやちょっと、あフレンか。いやもうテンパりすぎとる完全に。かわせるやつらを前に出して削り倒すしかない。ティリル回収して、ドルでも一応あれか、そっか、リザイア持ってたら死ぬ、ただ一撃で落ちるからな。もう一も入らんもんだって。やると決めたらやる。私。いやマジでフェル君しか頼めるやつがいないんやけど。まともに。先生奇襲有利を思います。ちょっと異常じゃない。あ戦えるけど。殴りながらリブローでもかましていく感じ。あ、てかそこに魔法、あ、弓放題か。こっちか、魔導放題。いや、でもここに置いたとてな、狙われたら死ぬし。ベレとなんとか平石になってくれんかな。リザヤさえ持てば、かわし放題だから。ちゃっちゃと終わらせようぜ。うわ結構暗い、一発物たらもうリブロ案件やしな。リブロ1枚、あリンハルドもいてんのか。じゃもう専属で行くしかないか。食らったらリブロ、ちょっと必殺あるの気になるな。え、クリティカル出た。